いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Bonsoir tout le monde, c'est Suzuka. Ce soir, je vais vous présenter mon bar préféré du Japon. このバーにはですね、たくさんのゲームの関係者がよく集まるバーとして有名です。バープラスティックモデル。さあ、皆さんで入ってみましょう。行きましょう。オリバー。東京カフェ。こんばんは。久しぶりです。どうもです。お嬢さん方こんばんは。またベッドボーゼールこんばんは。こんばんは。何？これは何で置いてあるんですかね。誰でも遊べるようになってますんで、自由にメガドラとファミコンと PC エンジンと。これなんか遊んだ人に特典とかあるんですか？スーパーマリオは、8面まで全部クリアすると一杯タダっていうのをやってます。お店の特徴教えてください。店の特徴は一応80年代メインで、何でも音楽も、ゲームも本とか、いろいろ遊べるようになっていて、リクエストで何でも、聞いてくれれば、アニメソングだくもロックも海外の曲も全部いろいろかけていってます、はい、じゃあフランスの視聴者が喜ぶような関根っちおすすめの関根っちおすすめのそれはフランス語でもいいですか？いいですよ。フランス語でも。じゃあフランス語の曲で。いいですよ、あるんですね。ちょっと1曲、はい。じゃあちょっとかけさせていただきます。おお。フランス人のお客さんなんかはこの曲聴いて喜びますか？ものすごい喜びますね。なんかあるはずないと思ってるんで、これは相当上がりますね。これと、なんだっけ、キャプテンハーロック、なんでしたっけ、名前忘れちゃったけど、アルバドール、あれはすごく盛り上がります。ロヤデさん、マイキーマチコ先生、させるガンダム、ブテとかイリアで、なんだこいそうです。受点、なんだっけ、受点何だっけこれ、かぼちゃワイン L L はラブの L ときめきトナイトウェルカリオストロールルパンルエドガーそれジュニアル、タッチフランス語のタイトルが出てこないな。なんかお客さんとの面白いエピソードとかありますか？はい、面白いエピソード難しいですね。面白いエピソード、やっぱり普段働いてる時とか、同じ会社の人とか、友達だったんだけどここに来て実は同じ音楽の趣味だったとか、昔こういうのが好きだったっていうのが共通だったりして、もう一回盛り上がってうちの店に通い始めてくれるようなお客さんっていうのは結構多いのが面白いですね。普段やっぱり仕事してると隠してる人が多いんで、オタクな人はそういう人が全部ここで解放されて、はい、それでまた会社で一生懸命その会社の同僚の人とゲームの話とかアニメの話してまたここにリクエストしに来ようって言って来てくる人がたくさんいるの面白いですね。はい、じゃあお嬢さん方、このプラスチックモデルの魅力って何ですか？お店の魅力は？お店の魅力、私がいるじゃあ私がいることかな。ということで今日は私のモンバープレフレをご紹介いたしました。お酒をください。